栄冠ナイン、今回も3年縛りでやっていきます。今回一緒にプレイするプロ野球選手は吉田正尚選手です。アベレージヒッター、インコースヒッター、粘り打ち、カット打ち、内野安打もある。ミートも57あります。めちゃくちゃ高いですね。ヒットを大量に打ってくれるんじゃないでしょうか。しかし吉田正尚さん、選球眼もいいんですけど、入る高校間違えましたね。王族しかいない高校に来てしまいました。不思議銀閣尿税我慢、星は100、ミートパワーいい、弾道1、そこそこ強いですね。得の話、千年煙突ドームの G 全問、星は69、インコースいった持ってます。いまいち。法華経誘導風表現ボタン、星は71、法律もあまり強くありません。星67の丸山康介、盗塁 F、 肩と補給がいい。そして今回の天才、瑠璃式進展召喚ゼオン、星は165、リリース丸持ってます。137キロ、コントロール D、 スタミナ E、 スライダー5、まあまあですね。で、野手能力はオール D 超えてます。で、野手能力はオール D 以上ありますね。弾道も最初からにあります。満塁男、ミート肩が非常に高いですね。というわけで、この6名を超えてやっていこうと思います。打ち気も2人でいいですね。スタート、特訓やっていきます。吉田正尚さん、フルヒッター取りました。インコースヒッター持ってたんでいいですね。引っ張りが常に6ぐらいになりそう。ボランティアやっていきます。名前が4文字以下の人たちをぶち殺していきました。大谷、筒香、秋山、沢村、鈴木を励ました。元気になったようだ。西村、滝川、東堂、藤山キャプテンの提案により、近くの河川敷で OB と練習試合をした。貴族学園との練習試合。それでは夏の公式戦やっていきます。先発、瑠璃式進展召喚ゼオン、星は179、フォークを覚えました。1番高村、三浦、渡辺、寺田、優勝か。2番大谷、筒香、秋山、沢村、鈴木。3番瑠璃式進展召喚ゼオン。4番吉田正尚。5番中島、立花、斎藤、早川、碇。こいつなんかキャッチャー B なんですよね。3年生ですけど、ありがたいですね。フルヒッター、ヘッドスライディング、打撃も結構強いですね。6番具志堅、洋鉄、福材城、富市。7番西村、滝川、東堂、藤山。8番不審銀閣、尿税我慢。9番新藤、新川、新玄、北斎。ちょっと3年生結構起用しますね。しっかりと勝ちに行きます。名前のいいやつ感で倒せますね。初回1点先制されました。1対0、対戦相手ランク E の中でもさらに最弱。どんなバッティングをしてくれるのか楽しみですね。ナイス、早速センター返しのヒット、綺麗なバッティングしますね。ただ点は入ってません。おお、めちゃくちゃいい。これ最強です。楽しいです。ツーアウト1・2塁、ただまだ同点なんで点取っていきましょう。いや、追加点取られましたが、ワンアウト1・3塁チャンス。ここで3番瑠璃式進展召喚ゼオン、スクイズ2ですか。決まんなそうですね。打たせましょう。センター返し、ナイスだ。追いつきました。そして吉田正尚さん、軽々猛打賞ですね。バットコントロールが天才。打率8割目指しますか。追いつかれたくないですね。しのいでくれ。ワンアウトランナー2塁、追加点取っていきましょう。ナイス、これは勝った。先導進化劇、信玄、北斎、ツーランホームラン。ああ、ツーアウト1塁、盛り上げをがっつり使います。ちょっと数字が悪いですね。取れる、ファースト、ファースト、ファーストの守備範囲広い。さあ今日3安打、吉田正尚さん、もちろん4安打打ってきます。こんな1年生のしょうもない球はパチンと行くでしょう。惜しい、ナイスゲッツ。今のいつトスした。勝ちました、5対2、快勝ですね。ヒットは14本、吉田正尚さんしっかり3安打、1ホーマー、2打点、大活躍。姉妹校の貴族学園は普通に弱かったですからね。このチームはちょっと強いチームにしていきたいですね。そこそこになりました。2回戦やっていきます。初回1点取られました。対戦相手はランク E。 3回追いつきました、1対1。吉田さんが出て、具志堅、洋鉄、福材城、富市がヒット打ちで、西村、滝川、東堂、藤山がセカンドゴロ打ってる間に打点1と。ワンアウト1・3塁、ピンチ、上限1回使います。よっしゃ、ここの三振いいですね。ワンアウトランナー1塁。お、なんだ、
相手のフォア走者なんか前に飛んでなかった。ただこれでチャンス、ワンアウト一三塁。スクイズ5はいけるでしょ。よし、ナイスだ。1対2。さあ吉田正尚さんに回ってきた。強心臓つけ凍らせ、ナイス。さあ2アウト満塁。具志堅用鉄副大臣富一チャンス、おいチャンス、ノーアウトランナー1塁。チャンスは作ってるんですけど点があまり取れない。ゲッツ、はい、オッケー。2回戦も勝ちました。2対1。3回戦やっていきます。吉田さんノリノリですね。サイクルヒット打ってください。お、初回から満塁、ワンアウト満塁。対戦相手はランク B 強い。いやでも初回ゴリゴリに押して勝ちましょう。初回1点取られてまたワンアウト満塁。うん、いや三振かそれ。お、なんだ2点取った。何が起きた。高村、三浦、渡辺、寺田、吉岡が出て、アウトアウトからの吉田正尚さんのホームラン。素晴らしい。いや、これ勝てるな。ワンアウト二塁。こういうピンチをしのげればいける。ツーアウトランナー一塁。ピッチャー頑張ってますね。おお、惜しい。惜しい。おラッキーそれは。いや、ランナーホーム行け、ホーム行け、ホーム行け。ホーム行けって。中島こいつチャンスで、まだ今日一本も打ってません。ああ、ちょっと追いつかれましたね。2対2。嘘。さあ、ここからですね。追いつかれてからが本番。最終回。これは延長になりそうですかね。の高村、三浦、渡辺、寺田でしょうか。守られます。使います。もう早いターンで決めに行く。ランナー一人二人出して、吉田正尚さんに返してもらうと。延長戦になるとちょっと厳しいですからね。OK! それはナイス。さあ、ワンアウトランナー一塁。2番大谷、筒香、秋山、沢村、鈴木。バント。まあ、転がせもよかったですけど。ナイス。ワンアウト一、二塁。こいつは転がせでいこう。ルリ式進展召喚前を。ゲッツーだけは、やめてほしいです。あ、ファールか、それ。惜しい。三振。ツーアウトランナー1、2塁。うん。いや、これはいい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 。よし。よしよしよし。ツーアウト満塁。今日3回目ぐらいですね。おい、中島大丈夫か、お前。頼んだぞ、中島。三振したら。マジで。当てるよ。もう三振、あそこで点取らないと。どうやって勝つんだ。ナイス、よく止めた。いや、それないですよ。もうホームラン一発で終わりですからね。延長戦に入っていきます。タイブレークまで粘って、気合で勝つ感じで。あっ、いや、惜しいって、それ。ああ、そういう、いやー、くそ。ワンアウト、一、三塁。盛り上げも使っとこう。ホーム、ホーム、ホーム、間に合い、くそ。負けました、2対3。吉田正尚さん、一応全部出塁はしてんですからね。2本目のホームラン、出ました。これは秋いけるぞ。次期キャプテンは、機械音、利権、立ち風、星雲。合宿で、さよならとこ、満塁とこ。ソーリー D などを取りました。ルリ式進展召喚前後は2年の封建中や口を割るつなぎ物を腰マッサージをしている。天才でもやることはやってるんですよね。1年生の仕事を全うします。なので他の1年生も頑張ってください。ただ吉田正尚さんをしなくていいです。腰がぶち壊れましたね。どんまい。不思議銀閣如是我門は最近勉強に興味を持ち始めました。日東駒線になってます。特訓やっていきます。ルリ式進展召喚前後取れない。お、キャッチャーの本来ました。これはいいですね。キャッチャー C にしていこう。それでは秋の県大会やっていきます。先発ルリ式進展召喚ゼロ、星は216、
140キロスライダー後フォークさん。1番機械音利元立ち風星雲、2番小尺姿勢つぼつの牛尾下平、3番瑠璃式進展召喚ゼオン、4番吉田正孝、5番不審銀閣尿税我門、6番白銀閣羽衣芭蕉丸、7番法華経湯豆腐表変ボタン、8番宝剣跳躍千代川砂疑問、9番羅針盤獅子土武尊影光。法華経湯豆腐表変ボタンをキャッチャー C にしました。しっかり勝ちましょう。ノーアウトランナー散る。対戦相手はランク C、 初戦からランク C は結構嫌ですね。打たせて取るピッチング、1点先制しました。瑠璃式進展召喚ゼオンがヒット打ち、不審銀閣尿税我門が返しました。2アウトランナー2塁、しっかりとチャンス。はい、センター返しの高一強3安打打ってますね。4安打、最終回1点しか取ってないですけど無失点で抑えてくれます。ピッチャーいいですね。勝ちました、1対0。こういう試合勝てるチームは強いですね。瑠璃式進展昇華ゼオン4打数4安打。2回戦やっていきます。対戦相手はランク B、 ちょっと強いのきすぎじゃないですか。ノーアウトランナー1塁、ナイスゲッツ。お、1点先制しましたね。まあ絶好調5人いますからね。不審銀閣ヌゼガモンがソロホームラン打ちました。ワンアウトランナー2塁、ちょっとさっきの試合みたいに逃げ切りたいですけどね。逃げ切れないか、まあまあまあ。おい、しっかり。もうしょうもないエラーのせいでどんどん点が入っていく。いや2点無駄にしたこれ、うざ。ノーアウト3塁、ただこっちもチャンスが来ている。切れろ、しランク B じゃなければ勝てるのにな、こんなクソ。よし、騙したか、ソロホームラン。負けました、5対2。まあ惜しかったですね、まだいけるはず。吉田正孝さん2安打。瑠璃式進展召喚ゼオンタイピン1に下がった、エラーのせいやろが。特訓やってきます、チャンスメーカーゲット。ん、竹内って誰だ、おい、そこを気を抜かない。あ、マネージャーか、マネージャーの名前も変えさせろよ。新入生スカウト、打撃を重視した育成が盛ん。こいついいですね、塁上で存在感を見せる。瑠璃式進展召喚ゼオンがフォアボールで亡くなった。やっと赤徳消えましたね。特訓やってきます、不審銀閣尿税我門が粘り打ちになった。宝剣跳躍千代原砂肝が固め打ちになった。白銀閣羽衣芭蕉丸の誘いでみんなカラオケに行ってる。監督も混ぜてもらっていいですか、本当に声出しの練習と思って行ってんですからね。声出しの練習というからには24時間栄冠は君に輝く歌わせます、喉が潰れても歌わせます。このカラオケの練習がこの学校で一番きつい練習ですね。100点取るまで帰れません。伸びの必勝本いいですね。卒業式、高村三浦渡辺寺田吉岡大学生、西村滝川東堂藤山スカウト、多田佐藤渚則介健介ならず者、中島立花斎藤早川碇職人、大谷都合秋山沢村鈴木魚屋、具志堅洋鉄副財上富市ならず者、丸山康介が監督にごまをするためにグランドセーブしている、素晴らしい。それでは天竜人高校2年目やっていきます。監督は方法教等々と当時新入部員、雪月下ご来光舞茸リンリン、星は106、パワーヒッター持ってます。パワーも D ありますね、いいですね。バンバンバンババンババンボンボン、星は164、カクラ持ってます。ミート D パワー D、 吉田正孝2世が入部しました。特能つければ打ってくれそうですね。ケンタコータシンタユータカンタ、星は61、カタシミート47、コウスケケンスケリョウスケソウスケダイスケ、報酬は92、片足1かかります。第3件面前つも一発、報酬は145、2番目に強いですね。悪球打ち総理 B、 対左投手打ち、ミートとパワーが高いですね。五竜点滅総連総勝ち、報酬は83、パワー E、 時間停止間の映像作品、報酬は110、チャンスメーカー持ってます。肩と総力高いですね。というわけでこの斜めを超えてやっていきます。特訓やっていきます、練習試合やっていきます。ナイスバッテン、今日2本目のホームラン、白銀閣羽衣芭蕉丸、勝ちました4対1。それでは夏の公式戦2年目やっていきます。
先発、累積進展召喚座、伸びやリリースもある、球速鑑定、スライダーロック、打率3割6レリン、1番、白銀学羽衣場所もある、2番、機械音利権立ち風星雲、3番、累積進展召喚座、4番、吉田正尚、打率4割9厘、ホームラン3本、ミート A になってます。5番、不審銀学、女性ガモン、6番、バン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 ボンボン、7番、宝剣中役千代ガラスなぎも、8番、羅針盤指導武尊影光、9番、宝剣橋誘導風表変ボタン、キャッチャー氏、ガチガチのメンバーですね。カーテル、対戦相手はランクイ、ザコ。おい、スクイズ、このチーム小賢し。小賢しすぎるんですけど、力でねじ伏せるしかない。もうえって、そういうの。なんか3点取りましたね。ブリシキ進展召喚前後が打ち、不審銀閣、ヌゼガモン、打点1。で、法華経、湯豆腐、表変ボタンもヒット打ってますね。これで打点2。さあ、ツーアウト3塁。機械音利権立ち返せ。なあ、やんだ。ノーアウトランナー1塁で吉田さん。ナイスバッテン、ノーアウト満塁。ナイスバッテン、勝ちました。8対1。素晴らしい立ち上がり。さあ今日も打っていきましょう。打率4割2分3厘、いい感じですね。対戦相手はランク C、 投手力は高いですけど問題ないですね。お、相手のエラー出ました。1点先制しました。白銀学羽衣場所は丸が打点1、そしてノーアウトランナー1塁。3試合ノーアウトランナー1塁、追加点が入りませんが、いい感じですね。ナイスバッテン。お、不審銀閣入税我慢、地方球場の守る。ナイス、普通のヒット、それが一番いい。ワンアウト3塁、まだチャンスは続いていく。あれ？スリーラン？面白い。勝ちました。3対6。準々決勝やっていきます。エースと4番が絶好調。イコール勝ち。対戦相手はランク D。ノーアウト3塁。ちょっとこの当選で取られるとしんどいですけど。ランク D なんで取ってほしいな。盛り上げだけちょっと使っとくか。フォアボール。ノーアウト満塁か。タッチアップされてしまう。まあまあまあ、こっからよ。吉田正尚さん、頼む。いやー、くそ。ダメか。ツーアウトランナー二塁。くそ。ワンアウトランナー一塁。いや、ツーアウトで、これは、ちょっと。最終回の後から使おう。1点だったら魔物で取れるはず。おい、ピッチャーしっかり最終回。センター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 、ノーアウト満塁。クソだる、だるすぎるこれ。ナイス、 5m 飛びました。孫悟飯並みに飛んだ。いやー、1点取られた。うぜー。さあ、最終回、取ってきます。よし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 。こっからしっかりバントで、繋いでいけるか。よしよしよし。アウトか、それ。とりあえずランナー2人出ないと、無理ですから。どうだ。惜しい。ナイスナイスナイス、おちょ、これは落とす。よし、まずは1点。いやー、こっからもう1点取れるかな。吉田正尚さん、ここマジ頼む。よし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 、落ちる。ノーアウト1・2。いや、3塁いけないか今の。打て、不審銀閣、尿水我慢。
よし、空いい、空。足が遅いんだよ、そいつ。足が遅い。投げました。2対1。ちょっとこっちヒット3本。打線が、かすすぎた。1から立て直していこう。バン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 。バン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 。バン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 ボンボンが、満塁のところになりました。不審銀閣、尿瀬ガモン。片道。雪月花ご来光、舞茸リンリン。ラインドライブ。時間停止感の映像作品。粘り打ちになった。いや、ちょっとあの夏の負けが悔しいな。甲子園普通にいける戦力だと思ったんですけどね。監督としての実力不足。春夏はしっかり連覇していこうと思います。日本代表選ばれませんでした。特訓やっていきます。不審銀閣に尿瀬ガモン。バント職人取りました。秋の大会やっていきます。秋の大会は、こっから全て勝ちました。先発、ルリ式進展召喚座。星は360。特能は増えていません。コンスタは C ぐらいになりました。1番、法華経誘導風表現ボタン。チャンスメーカームード丸、ラインドライブ。2番、ルリ式進展召喚座。3番、不審銀閣尿瀬ガモン。4番、吉田正尚。5番、バン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 ボンボン。6番、雪月花ご来光前竹リンリン。7番、健太幸太新太雄太カンタ。8番、千年煙突道明寺禅門。9番、時間停止観音映像作品。吉田正尚さんは3割4分3厘。ノーアウトランナー1位。対戦相手はランク E。最弱の最弱ですね。相手の野球は全員文化部の寄せ集めですね。野球は未経験。おい、もうそんなん取らんでどうすんの。キャッチボールもできるのかあいつは。全然点取らないんですけど、こっちどうなってんすか。ワンアウトランナー二塁。ようやくチャンス。お、落ちた。ナイス。よし、ランナー待ってる。1点先制。4番、吉田正尚。お、すごい当たり。おーい、もう逆転されたってふざけんなよ。 OK、 すぐ追いつきました。バン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 ボンボンがソロホームラン打ちました。素晴らしい。そしてノーアウトランナー一塁。ヒットエンドランでワンアウト満塁。ここは打たせるか。それはゲッツーには、いや、アウト。いいっす。あっ、ぶね。弱っ。もうエラーしすぎ、もうどんだけエラーすんねん、こいつら。よっしゃ、ノーアウトランナー一塁。ちょっと吉田さん、打率どんどん下がっていきます。ナイス。バンバンマンが一番強い。ナイス。今日2回目の満塁。スクイズ1。お任せ。これも点入らん。最終回みたいに意味がわからん。ほら、こんな守備のやつらに負けていいはずがない。ワンアウトランナー一塁。ナイス。ノーアウト一二塁。ルリ式進展昇華前ヒットなし。今日3安打の不審銀閣ヨゼガモン。まあ3、4番どっちかが打つはず。今日ファーストゴロ、ファーストゴロ、サードゴロ、ファーストゴロの吉田さん、もう強振で打たせよ。ナイス。強振の方が打つか。はい、強振祭り。いや、強振ですね、時代は。4対2。こいつ今日2ホーマー。ナイス。打線がようやくつながり始めました。遅い。遅すぎる。OK、 勝ちました。7対2。ちょっと危なかったですね。バン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 ボンボン2ホーマー。ヒットは一応19本出てます。その割に点が少ない。後半まくっていきましたね。不審銀閣尿瀬ガモン4安打。時間停止観音映像作品3安打。ルリ式進展召喚前も6打数0安打。打順下げるか。2回戦やっていきます。対戦相手はランク D。
先制されました。1対0。おい、 OK、 まっすぐ追いついたんでいいでしょう。1対1。相手のエラーとヒットとデッドボールで1点入りました。ワンアウト3塁。その強い当たりはゲッツーでいける。無理か。ツーアウト1、2塁。よし、すぐ取り返した。ナイス、いいっすね。しかも不審銀閣ヌズガモン守もなります。ルリ式進展召喚ゼオン打点についてますね。ヌズガこいつは3、4番でいいかもしれない。3点目、ノーアウトランナー1塁。いや、相手もめっちゃ打ってくるな。ピッチャーが弱い。おそらく。僕のまんまないし。うわー、くそ。打たれすぎ。3対3。すぐ追いつかれていく。オッケー、しのいだ。ワンアウトランナー2塁。相手のエラーが全然ないんですけど。相手もっとエラーしてくれてもいいと思うんですけど。ナイス。時間を停止して打ってきました。ツーアウト1、2塁。吉田正尚。よし。そろそろ相手も出る頃だと思ってましたよ。ナイスバッテン。三遊間がマジで打つ。7対3。ただ相手も打ってきます。めちゃくちゃ打ってきます。本当にランク D か。4点差でもちょっと追いつかれそうですから。え、それ、取れねえか、マジか。ちょっとマジで追いつかれつつあるんですけど。何連打打たれたの、こいつ。いや、追いつかれた、これ。うざ、うざ。クズやん。ちょっとさすがに切れました。ピッチャー変えます。丸山孝介。こいつの方がいいピッチングをしてくれるはず。OK、 8点目取ってくれました。ありがてえ。最終回抑えていきます。もうやんまい。ちょっとこのセカンドだけエラー数多くないですか。補給はまああんま上げてないんでしょうがないんですけどね。ノーアウトランナー1塁はきついって。これナイスボール。丸山孝介頑張れ。丸山孝介最強。勝ちました。7対8。1回戦と2回戦マジ勝った気しないんですよね。すっきりと勝ちたいのに。千年一つ同名字全問ソロホームラン。不審銀閣ニョゼガモン3安打。バン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 ボンボン2安打。野球部 OB の斉藤由紀さんがやってきた。お疲れ様でした。3戦目やっていきます。まあ、前半は苦戦しましたが、ここから2戦楽々勝っていきましょう。初回1点取られました。対戦相手はランクシー。ナイス。センター足。ワンアウトランナー中。いや、いい当たりなんですけど。2点目取られました。0対2。ナイスバッテン。ツーアウト1、3塁。ワンアウト1、2塁。ダメだな。ゲッツ、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 おっそ。守備力 F の右利きのショートより守備力 D の左利きのショートの方がマシかなと思って、今のところあいつを起用してるんですけど。ナイスヒット。ワンアウト1、3塁。ちょ、ピッチャー打てよたまには。ナイスアウト。え、ゲッツエース。はい、もういいです。どうでも負けました。7対0。貴族学園より弱い可能性がある。一応3年生打ち気2人いるんで、最後の夏は結構勝てると思うんで、最後の夏しっかりと頑張っていきたいですね。丸山孝介先輩の余計な一言でみんなやる気が下がってます。ちょっとピッチャーが最近不甲斐なかったんで、俺をエースにしてると言ってますね。まあちょっと考えておきましょう。新入生スカート生きのいいやついますね。
トロトくんやってきます。ちょっとお前、そろそろ徳の取ってくれ。いいところが一つもありません。取らない、やる気なすぎるこいつ。バン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 ボンボンがアベレージータになった。バン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 ボンボンが勝った。うちになった。ケンタコウタシンタユータカンタが昇級丸、昇級丸いいですね。さあ来年は絶対勝ちます。次甲子園行けなかったら相当弱いチームですからね。動画時間30分台もあり得る。雪月花ご来光前竹リンリンインコースいった。不思議銀閣にお勢がもん昇級丸。吉田正尚大変下級丸。瑠璃式進展召喚ゼオン緩急丸。瑠璃式進展召喚ゼオン奪三振取りました。素晴らしい、乗ってきてますね。練習試合やってきます。もう練習試合になってません、ね、初回に5連打を食らい3対0終わりです。あでもこっちもなんか2点取ってますよ。吉田正尚さんさすが、ツーベースで2打点。3回表5対3、結構なんか打撃戦になってますけど、あれなんか逆転してる。5対6、何が起きた。強いぞこのチーム。千年煙突道の字全門がツーベースで2打点で、コウタカンタシンタコウタコウタも1打点。いやー、いかれた。丸山康介、いいピッチング。丸山康介、何気に防御率0ですから。そしてヒット持っていく。完璧。ナイス。さあ、吉田さん。同点ホームランやっていこう。センター足。ノーアウト満塁。いいぞ、追いつけるぞ。7対9、ちょっとここでランク B に勝っとこう。代打第3弦面前つも一発。ツーアウト満塁。お、追いついた。9回裏9対9、さよならで終わらせよう。魔物来た。ナイス。劇的勝利、勝ちました。これが公式戦だったらな。ただこの一勝はかなりでかい。勝ちました9対10。吉田さん3安打。不審銀閣如是我門3安打。瑠璃式進展召喚ゼオン9失点。自責点8。ただ丸山康介は3回3分の1投げて、被安打2。エース確定ですねこれ。卒業式。この台ランク D に勝ってれば甲子園来たと思うんですけどね。焼灼姿勢、つぼつの牛尾、下平、パン屋。機械音、利権、立ち風、星雲、溝戸社員。白銀閣、羽衣、場所、丸。3割超え、占い師。羅針盤、指導武尊、影光、肉屋。宝剣、跳躍、千代原、砂肝、ならず者。先導、進化劇、信玄、北斎。サラリーマン。竹内、源流、再刺激人。看護師。特訓やってきます。第3弦、面前つも、一発。片目打ち、ゲット。練習試合やってきます。ナイスヒット。皆さん打撃は結構良くなってきてますからね。お、逆転スリーラン。こいつ実はバッターの才能の方があるんじゃないかと最近思い始めてます。こいつがバッターとしてもう少し覚醒してくれればチームは勝てるようになる。ちょっともう投手能力置いといて野手能力上げていこうかな。なんだその謎の軌道のチェンジアップは。シャボン玉ボール。しかし打てます。時間を止めて打てるんですね。ほほ、シンクロ率 100%。 しかしボールは取れず勝ちました2対6。今年はいけるぞ。瑠璃式進展召喚ゼオンと時間停止観音映像作品ホームラン。3年目やっていきます。練習試合やっていきます。ナイスバッティン。2打席連発。いや、強いマジで、こいつ。不審。4番もがっつり打ってますね。あ、いいナイス。皆さん、この最後の夏は期待してくれていいですよ。不審銀閣如是我門、2ホーマー。練習に明け暮れていた、うろこ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 うろ。ショートこいつにしていたんですけど、うん、左利きだったんで1年生のこいつにしようかな。入学時点で220ぐらい星がありました。こいつを起用していこう。 OK。 千年煙突道明寺全門
打ち気になりました。3年生打ち気3人になりましたね。実力で勝てない以上、打ち気で殺すしかない。夏の県大会やっていきます。最終年しっかり勝っていこうと思います。すべてはこの3年目のために今まで戦力を上げてきましたから、まずは甲子園出ていきます。先発ルリ式進展召喚ゼオン、捕手は470161キロ、コンサシスライダー6、フォーク4、シュート2で、足の力も非常にいい感じになってますね。ミートパワー B、 流し打ち1番、法華経誘導風表現ボタン、チャンスメーカームードバル、ソウルク B、 2番吉田正尚、捕手は463、ミート S になってます。打率3割2分3厘、3番不思議銀閣ヌゼガモン、打率3割5分4厘、ホームラン3本、ミートパワー B、 アベレージった初球番、吉田正尚さんより成績いいですね。4番バン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 ボンボン、アベレージった加藤地、2、3、4番が全員アベレージった持ってます。5番ルリ式進展召喚ゼオン、3割2分8厘、6番雪月花御来光松竹凛々、インコースイーター、7番千年煙突道明寺前門、8番嵐山紅茜奥屋健健元健、9番時間停止観音映像作品、こいつも打率いいですね。3割超えが結構います。で、打ち気も3人いますからね。3年生負けるわけがない。不安材料はピッチャーだけ。さあ、普通に魔物があります。勝ちました。まあ、昨年まではランクインに苦戦していたんですが、今年は違います。吉田正尚2安打、勝ちました。15対3、ヒットは13本、吉田さん3安打、さすがのバッティング。2回戦やっていきます。ようやく本来のパワーを発揮し始めました吉田正尚さん。初球を完璧に捉えました。勝ちました。14対1。3回戦やっていきます。投手は絶好調。初回1対1、歩形橋湯豆腐表現ボタン、先頭打者ホームラン、はい、勝ちん、勝ちました。8対1、全てコールド。吉田正尚さんいいペースでホームラン打ち始めましたね。準決勝やっていきます。取り返すんだ、すぐに追いついた。不審銀閣如是我門、打率4割に到達している。4打数4安打、ナイスだ。さあ、6打数6安打なるか。不審銀閣如是我門、マジかこいつ。6打数6安打、そしてホームラン持っていく。勝ちました。15対7。ちょっと6回までかなりヒヤッとしましたね。5点リードされていたんで、さすがにちょっときついかなと焦っていたんですけど、しっかりと後半まくりにまくって15対7。そして今日不審銀閣如是我門、6打数6安打1ホーマー、決勝戦やっていきます。よいしょ、ホームラン、勝ちました。全て7点差以上つけましたね。最強吉田正尚2ホーマー、うちのチーム17安打。夏の甲子園やってきます。ここからが本番ですね。打線が非常に最終年になって仕上がってます。ルリ式進展召喚ゼオン、1番法華経誘導風表現ボタン、2割7分8厘、2番吉田正尚、3割7分1厘、ホームラン7本、素晴らしい成績。ホームラン数も伸びてきてます。3番不思議銀閣如是我門、打率4割3分7厘、ホームラン6本、最強の盆栽。4番ルリ式進展召喚ゼオン、5番バン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 、3割1分8厘、4割3割4分0厘、2割6分2厘、4割5分5厘、ほとんど3割5分ですね。吉田さんの甲子園初打席、ノーアウトランナー中。対戦相手はランク A 来ました。初戦から来ましたね。問題ない、対策が取ってある。お、それはやらかしてるな。初回1点先制、ナイスバッティング、惜しい。ワンアウト1・2塁、1点じゃちょっと不安ですね。追いつかれました。1対1、さすがランク A、 なかなか手強いですね。お、いった、ナイス、ソロホームラン。お、3点目取ってますね。3点目はこのルリ式進展召喚ゼオンが打っています。こいつチャンスに強いですからね。徐々に点差が開きつつありますね。ランク A でもその程度ですか。
よいしょ。スリーランホームラン。あれ、確定ホームランだと思ったんですけど、伸びが足りなかったか。そして打率4割4分9厘。甲子園に来ても打率が落ちる気配がありません。不審銀閣のぜかも。最終回を抑えていきます。勝ちました。9対2、ランク A に快勝。2回戦やっていきます。勝てる。完全に鈴木誠也編の再来になってますけど、この調子で優勝までいく。対戦相手はランク B、 テイムはまだ入ってません。しかもヒットはまだ1本出てません。ノーアウト1、3塁。センター、よし、ナイス。じゃあ先制されました。1対0。面白いですね。またノーアウト3塁。吉井、さあ、オッケー、しのいだ、ナイス。さあ残り3回、まずは追いつきましょう。おい、ヒットまだ0かよ。取れ、三塁で止めればいける。三塁、よし、待ってない。2失点目はしんどいよ。さあまたピンチをしのぎました。ノーアウトランナー一塁。ゲッツーはやめてくれ、やめろー。くそ、最終回か。打ち気はいるかね。いる。五竜点滅、総連総括。そして魔物が出る。ナイスすぎるこいつ。で、総力 B ですから。バントで出ろ。ポロリ。よし。アウト。まずは出ろ。一人出れば、絶対追いつける。よし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 。いや、これ落とす。え？頼む、当てろ。三振は終わる、終わる。当てろ。ツースリー、フォアボールでもいい。よし、それはヒットだ、ヒットだ。よし、ナイス、ナイスだ。それはここで吉田正尚、さすがにこれは打たせます。吉田さんに三振はない。粘っていけ。カット。ファーストの頃はまずい。粘りますね。カット打ちが発動している。ああ、それダメ。いいっすよ。100球。よし、センター返し。そしてこいつは後ろに反らすことで1点が入っていく。あ、ヒット2本出てますね。2安打目。4割2分6厘の男がまだ1本持ってないんで、打ちます。さよならしましょう。落ちる。いや、いける。回れ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 。ツーアウト2、3塁。ここで4番。ルリ式進展召喚剤。悪いがセーフティーで決めさせてもらう。マジか。落とさないんですね、相手。ただこいつが魔物あるんで、次こいつまで回せば第3件面前つも一発。デッドボール、ノーアウトランナー一塁。ある。これはあるな。これはあるんですね。2連打。そしてこ、お、勝ちました。転がせ。いい、三振。マジでありえねえ。いや、こいつは総力 A。こいつはバントの方が確率があるんじゃないか。2番からの攻撃。ここ出てほしいな。
サード取られる。まずはランナー注意。よし、ワンアウト一二塁。もうバントは信じない。センターポケ、ワンアウト満塁。よく頑張った、たった一人で。またな、スクイズ。ただこれで本当に終わりです。あざす、勝ちました。1対2。とてつもなくしんどい試合でしたね。こちらのヒットは4本、封じ込められましたね。吉田さんいちゃんだ。ルリ式新天召喚前キレ丸になった。3回戦やっていきます。ワンアウトランナー2塁、間もなりますね。まあ、初回はこのヒットエンドランで確実に、エンドランホームランで2点先制で、もう1回ヒットエンドランですね。落とすんかい。センター前ヒット、ナイスセンター返し。マジで打率がいい。最終回2点差。オッケー、初回のツーランで勝ちましたね。ピッチャーもよく抑えました。強い。不審銀閣ニョゼガモン3安打、吉田さんも2安打。4回戦やっていきます。1点取りましたが3点取られました。対戦相手はランク A、 強い。これまでで一番強い。相手の投手畑、何ツーランホームラン。ノーアウト1、2塁、離されたら詰めるだけ。このチャンスを逃しちゃいけない。魔物ありますね。どうだ、クソ、アウトか。しかしランナー済んでいる。クソ、落ちない。ツーアウト1、2塁。ここで1つ目の魔物使っとくか。よし、冒頭が一番ありがてえ。バントは信用しない。打たせる。ノーアウトランナー一塁。ここで魔物が来ていく。これはいける。それはいいぞ。よし、さあ、いや、それ言ってほしかったな。 OK、 その弾きは結構、うわ、結構の弾きが、まあまあまあ、まだまだ魔物は続いていく。よし、追いつけば勝てます。才能開花発動。よし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 。いや、セカンドアウトになった意味ね。イエー、三振。ただノーアウトランナー二塁。まだある、まだ全然ある。内野安打。よし、さあここで代打合流点滅、総連総勝ち。魔物はない。それは魔物はもうないですからね。自力で取っていくしかない。進塁だ。ワンアウト二三塁。ここでスクイズ、ちょっと怖い、怖いっすね。ただ今日スクイズ全然成功しないんで、さすがにもう成功する。はい、成功。まずは同点。そしてなんか魔物を使ってないのにエラーも出ました。いや、これ吉田さんスクイズで、いや、打たせる。俺はバッティングを信じた。ワンアウト1、2塁。素晴らしい。不審ヒット。ワンアウト満塁。スクイズで7点目。最終回を抑えていきます。ノーアウトランナー1塁。え、セーフ。嘘。ちょっと。
ね、それをヒットになっちゃったらもうきついね。ワンアウト満塁。前進守備は必要ない。センター、センター、センター。え、回ってる。くそ。追いついてきやがったこいつら。延長戦に入っていきます。 OK。 お、マジか。そのトンネルはやっちゃってますね。ノアトランナーにいる。この回で終わりにしよう。送りバントで送るだけのつもりがヒットになっていく。そして吉田正尚、これヒットエンドランで終わらせていいですか。お、危ねえ。ただの通り。終わらせろ、吉田。終わらせていく。素晴らしいヒット。勝ちました。7対8。甲子園はやはりなかなか苦しい試合が多いですね。準決勝やっていきます。あと2回で全てが終わる。対戦相手はランク A、強い。4回裏2対2、素晴らしい攻防戦。不審銀閣、ヌゼガモンが8本目打ちました。お、ナイス。3対2、ワンアウト2、3塁、チャンス。ここはスクイズで確実に点差。ナイスバッティングじゃ。うん。3対5。最終回を抑えていきます。勝ちました。3対6。さあ、決勝戦やっていきます。先発、ルリ式進展召喚ゼロ。星は527。165キロの剛腕。そしてパワー87。もうすぐエースになります。打撃にも期待。1番、法華経湯豆腐表現ボタン。2番、吉田正尚、3割4分2厘、8本。3番、不審銀閣、ニョゼガモン。4割3分5厘、ホームラン8本。甲子園に来ても打率は下がりませんでした。4番、ルリ式進展召喚ゼロ。5番、バン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 ボンボン。6番、雪月花ご来光、松竹凛凛。7番、千年煙突、道明寺全門。8番、時間停止観音映像作品。9番、嵐山ベニア。ここまで来ても負けるわけにはいかんでしょう。さあ、ノーアウトランナー一塁。対戦相手は、ランク A。しかも意外性も普通に高いタイプのランク A。八幡、船木、野田、野中、立川、板垣、谷、原田、塩原。原田、クソ強いですね。160キロの剛腕、そして多彩な変化球。さらに、野手能力もオールビー近くあると。うちの天才より強い。初回1点取られました。お、なんだ、逆転して追いついて追いつかれて、凄まじい攻防。法華経湯豆腐表現ボタン、ホームランやってます。そしてルリ式進展召喚ゼロもツーランホームラン。この決勝という大舞台で放ってます。うん、ワンアウト満塁。厳しいですね。盛り上げを使いましょう。サードゲッツ、ゲッツ無理か。くそ、4点目取られました。 OK。 ノーアウトランナー1塁、チャンス。タイミングは合ってます。負けたくねえ、ここマジで。落ちる、落ちた、よし。ツーアウト三塁。ここで一番頼れるバッター、不審銀閣、ヌゼガモン。ただここは凡退か。落とせ。ツーアウト三塁。ナイスボールだ。ノーアウトランナー一塁。ツーアウトランナー二塁。ここで追いつき、よっ、魔物あんのか。いや、これは通りで、さすがに。
よし、ツーアウトランナーサード、追加点だけは阻止しなければ。ショート、クソ、ナイスボール。よし、最終回2点差を縮めていきましょう。いや、ここセーフティーいけると思うんですよ、さすがに。よし、弾いた、ノーアウトランナー一塁。時間停止可能映像作品、今日3安打。こいつはソルケバント、いやダメだ、ダメ、シャ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 。お、デッドボール、それナイス。ランナー止めないとダメですからね。で、こいつはもうバントで生きるはず。弾く、よし、暴投だ。ワンアウト二三塁。ここで奇跡の男ニート、積極スクイーザー論外、さあ打っていけ、打っていけ、よし、そして弾いた、ランナー待ってる、逆転成功、6対5。ナイスだ。最終回2点差押さえていきます。こっから追いつかれた経験があるんで油断はしません。確実に抑えましょう。もう前と一緒のパターンや。おお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 お、全国制覇達成、3年目勝てれば全てよし。天竜人が支配していきます。こっちは11本のヒット、しかし相手は16本ヒット打ってきてましたね。めちゃくちゃ打線が強かった、しかしよく粘った。相手の原田やべえよ、4安打、吉田さん2安打。やりましたね、方法教東東都東寺監督、全国の頂点に立ったんですよ、立ちました。前回の鈴木誠也編となんか似たようなパターンで勝ちましたね。ただ打力はこっちの方が強かったんじゃないですか。全体的に非常にいい夏の甲子園でした。そして瑠璃式進展召喚ゾーンがこの試合でパワー一気に3上がって90になっていく。パワー S のエースですね、次期キャプテン。この3人の候補があるんですが、まあ、この中だと一番成績的にはバン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 ボンボンですかね。日本代表瑠璃式進展召喚ゾーン、吉田正尚、この2人が選ばれました。不審銀閣女性ガーモン、甲子園でも高い打率を残したと思うんですけど、選ばれなかったですね。選んでほしかったですね。残念。日本代表優勝しました。ナイス。累積進展召喚ゼロ。先発投手として出場し、大会 MVP。MVP 取ったんですね。途中から投手能力を上げるのを放棄したんですけど。吉田正尚君は5番レフト。ヒットを量産した。卒業式。王族たちが卒業していきます。卒業生一同、累積進展召喚ゼロ。27試合、防御率 2.50。最初の方悪かったですけど、甲子園は頑張ってくれましたね。丸山康介、こいつこそが真のエース。防御率0。みぞっと社員。法華経湯豆腐表編ボタン。25試合、2割5分3厘。ホームラン3本。打率はあまり伸びませんでした。吉田正尚、27試合、3割4分5厘。ホームラン8本。不審銀閣女性我慢。27試合、4割3分4厘。千年煙突道明寺前門、3割1分6厘。プロ入りしたのはこの5名です。ルリ式進展召喚ゼロ。星は656、169キロ、コントロール B、スタミナ A、スライダー7、フォーク5、シュート3、怪物9位つきました。途中から投手能力あまり上げてないんですけど、でも普通に見栄えのいい投手能力になりましたね。そしてパワーも S、ミート B、流し打ちもあるとこ。ちょっと野手のサブポジを取りたかったんですが、ちょっと取る暇がありませんでした。打率2割8分2厘、ホームラン4本。法華経湯豆腐表現ボタン。星は312。左打ちにすればもうちょっと活躍したんじゃないでしょうか。そして今回の転生プロ、吉田正尚、星は540。打撃に特化します。ミートです。パワーへ。特能が無限にあり、3割4分5厘、ホームラン8本と活躍してくれました。最終打者もいいところでガンガン打ってくれましたね。サヨナラも結構打ったんじゃないですか。ここぞという時についと。しかし、この不審銀閣女性我慢というとんでもないバッターのせいで、吉田さんが霞んでしまいました。4割3分4厘。ホームラン数は8本。吉田さんと一緒ですね。で、打点はこっちの方が多いです。アベレージった片道、初球丸、千年煙突道明寺前門、星は271。足が速いですね。打率は地味に3割超えてます。
このように素晴らしいバッターがたくさんいました。というわけで今回吉田さんが入部した高校の成績はこのような感じになってきました。今回はこの辺で終わっていこうと思います。お疲れ様でした。